石の問題、その2を紹介します。問題に入る前に、ちょっと、ポイントとなる考え方の練習をします。グラフ上のある図形上の点 P、括弧、四角、コンマ、三角について、その四角と三角の間に、三角イコール五四角の二乗、という関係が成り立っているという。さて、その図形とは、どのような図形か。これを考えてみてください。これは、y イコール ax の二乗の形をしているので、ホームズ線ですね。その通りです。簡単ですね。このように、着目している点の、x 座標と y 座標の間に成り立つ関係式を見れば、それがどのような図形であるのかがわかります。先生、見たこともない式になってしまったら、どうするのですか？はい、心配いりません。というのは、見たこともない式になるような問題は、普通は出題されないからです。では、考え方のポイントの説明が済んだので、いよいよ、問題。点 A、括弧、14と、N、X の二乗、プラス Y の二乗、イコール36がある。円周上を動く点 B と、点 A との中点 M の軌跡を求めろ、という問題です。つまり、この点 B が、この円周上を、ぐるりと一周してきたとき、この中点 M は、どのような図形を描くか、という問題です。ちょっと動かしてみましょう。なんとなく、円になっているような気がしますね。シミュレーションで、確認してもらいます。この点を、この円周上をドラッグしてみてください。その時、中点が、どのように動いていくのかを確かめてください。では、この問題に戻ります。今、この点の軌跡が、どのような図形になるのかを知りたいのですから、この点の座標を、括弧、四角、コンマ、三角として、この、四角と三角の間に成り立つ関係式を求めればよいのです。また、円周上を動く点の座標を、括弧、S、コンマ、T とします。準備ができました。やっていきましょう。点 M は、線分 AB の中点だということで、中点の公式により、こうなっていると言えます。四角イコール、2分の、S プラス10。三角イコール、2分の、T プラス4、です。両辺に2をかけて、こうなります。私たちは、今、四角と三角の関係式を求めたいのですが、このままでは、四角と三角は別々の式の中に入っています。四角と三角が一つの式の中に含まれるようにしたいのです。どうすればいいのでしょう。ちょっと考えてみてください。解説を進めます。この二つの式を S と T について解きます。そして、この円の式に代入するのです。つまり、点 B は円周上の点であるので、この S と T はこの式を満たしています。S の二乗プラス T の二乗イコール36という式が成り立っているはずです。よって、この二つの式を、それぞれ、S と T について解いておいて、こうなり、こことここに代入するのです。
こうなります。四角と三角の関係式ができました。あとは、整理です。ここも、ここも、2でくくれます。整理すると、こうなります。両辺、4で割れますので、結局、こうなりました。できました。この式は、円を表していますね。重心が、かっこ、5、2。半径が3の円ですね。図では、こうです。求めたかった軌跡です。回答として、式を書くときは、ここを X、ここを Y、と書き換えておきます。終わり。